悪いことばかり起こります。骨折、盗難、離婚など不運が続いています。来年から厄年なのでもっと悪いことが起きるのではないかと不安です。厄払いに行った方がいいでしょうか。いや、こういうですね、悪いことが起こっている時というのは、人間、結果として油断しない、用心するようになります。一方、調子がいい時は油断してですね、その後悪いことが起こるということがあります。いわゆる人間万事塞翁が馬って言って、何か悪いことが起こると気が引き締まってですね、で慎重になって努力もするしね。一方、好事馬落ちと言います。好調な時には馬が刺すっていうか、これ馬っていうのは慢心ですね、油断ですね。そういうことがあると思います。ですから、まあ厄払いに行かれることは否定しませんが、まあ、厄払いに行かれるのは厄払いに行く時にですね、自分の慢心油断、これを戒めて努力の不足を反省して、それを決意する、決意しながら、まあ、神様にお願いするってことをやるといいと思います。まあ、神社厄払いとかに来ますと、こうおみくじ引くんですね。おみくじで大吉が出たらですね、これ油断しないようにしないとダメです。で、凶が出たらですね、それで気が引き締まるからかえってうまくいく時があります。まあ、こういった形で人間万事塞翁が馬っていうか、好調の裏に不調、不調の裏に好調、これが潜んでるもんですから、そういった心の持ち方に気をつけて生きていかれるといいんではないかなと思います。ということで、今こういろいろ不幸が起こってるってことはですね、自分の気が引き締まっていきますから、そのうちいいことに転じてくるぞって前向きに考えていってもいいんじゃないかなと思うんですね。不幸はずっとは続かないと。それは人の心理的なんですね、慢心や油断、ないしはそうじゃなくて努力をする、気を引き締めるという、まあ心の働きからの、まあ現象なんだというふうにお考えいただければと思います。